赤星です。どうも、赤崎です。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、今回ご覧ください。野郎ラーメン品立つ品川本店ということで、野郎ラーメン、初野郎ラーメン行ってまいりました。なるほど。こちらをご覧ください、はい。ね、品川駅から、まあ、徒歩3分、はい。ね、品立つといえば、コーナーにある品川の駅の線路沿いにある ね、 あね、南通店とかね、いろいろ入っているお店、中本とか、あ、そう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 、その中の1店舗として、野郎ラーメンが入っているということなんですが、はい、なぜ今回野郎ラーメンに行かせていただいたのか、ね、その前に歴史を紐解いてみようということで、はい、ご覧ください、今度ね。いや、何の動画なの画像か。まあ、なんかこうやって見ると、なんかセミナーみたいな、いや、そうよ感じしますけども、まずですね、野郎ラーメンっていうのは、あの世田谷のオーナーさんと共同出資で、大福屋っていうのを開いたんですよ。まあ、しかもワールドポーターズ。そうそう、今、閉店しちゃったんだけど、はい、このお店で初めて野郎ラーメンという商品が出た。知ってるわ、そこ俺。知ってた。知ってる、知ってる、行ったことある。みなとみらいのお店ね。あるある、地元だから。そう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 。で、1号店なんだけども、うん、その大福屋ではなく、はい、2010年にですね、JR 神田駅付近に、本店、神田本店、はい、まあ、1号店ができるんですよ、うん。で、その後、秋葉原総本店、渋谷センター街総本店ができるんですけど、はい、僕はここがあくまでも1号店と、はいはい。これが1号店。なるほど。ね。そう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 。で、1号店がですね、品数に移転したんですよ。1号店の移転ってあるんだ。あるんですよ。で、なので、まあ、こうわーっと見ていただくと分かる通り、はい、野郎ラーメンって、いろんな店舗でも本店って書いてあるじゃないですか。あ、そうだね。ね、三軒茶屋本店なんだって。うん、でも僕的な本店はここだと思う。僕的なんだ。いや、公式アナウンスされてない。だって京都出身の世田谷もいるしね。あ、なんかいろいろなギュッとしてるところは、あ、そう、品立つはね、そう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 、意外と品川なんじゃないかということで、意外と行かせていただきました。はい、ということでね、まあメニューはかなりいっぱいあります。豚骨豚カレーなんかも美味しいんだよ、これ。すごい。ほうほうほう。じゃあ全種類そこだよね。で、今回はこちらのメガ豚野郎お願いして、タッチパネルのね、そう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 、うん、これ開くとさらに大盛りだの特盛りだの選べる画面にまで切り替わるから、うん、そうなんです。ということで、着目、メガ豚野郎、お値段もはっきり言ってメガ豚ですね。380。すごいよね。すごい。メガにするともうトッピングがいっぱい入るんで、いや、もうね、これはメガ豚って時は行きたいんですけど、いや、まあ二郎系でなかなかないです、ね、なかなかないですよね。メガ豚にしますともう3枚も入ってくるんでね、本当にデブ歓喜ね。いや、デブとしてはめちゃくちゃ楽しいですから、これ。デブをもう自称しちゃったり。ああ、すみません、いつの間にか自分のことをデブだと思ってね。程よい引き締まり感と脂身の甘み、これが非常に楽しめる結構バランス豚、はい、でございまして、うん、で、ブロック豚もなんと入っている。あ、これ豚なんですか。そうなんですよ、ブロック豚。これもね、世界一筋肉質だと言われているスペインのブランドの豚を使ってるという豚を肉肉しいんですね、はい、うん。で、スープですけども、はい、うわっ、乳化してますね。おー、これ18時間お店で炊いてるらしいです。そうなんですか。溶け出した甘みが強いというのが野郎ラーメンの特徴。なるほど、ね。で、てっぺんから油に肉野菜いきますが、野郎ラーメンはね、こう焼きか茹でか選べるんだよね。あ、そうですね、確かに。これがね、好きだよ、僕は。すごく。どっち、僕はこれ今回焼きで食べる。あ、焼きよね。いつも焼きかな。あ、なるほど、うん。で、店舗によって、この焼き野菜の胡椒の量が違うんですよ。いや、胡椒かけすぎでしょ、これ。いや、なんで、品川マイルドだったから、品川マイルドだったから、旧中目黒店がね、最強の焼き野菜だったんだけど。そうなの。そうなんですよ。行ってるね、だいぶ。すごい好きだったんだけど、閉店しちゃったんでね。へー。うーん。で、まあ、いつものようにニンニクはね、また再度調味にね、乗せていって、パクリ。ね、野郎ラーメンのニンニクは、もう全体的にはもう大粒なんで、うん、破壊力が違いますと、はあはあ、いうのを伝えていきたい。なるほど。ね、これ焼き野菜と食べやすく、夏、バッチリだね。ね、夏やってきますんで、そろそろ、まあまあまあ、ね、皆さん、ね、来てますよ。で、極太メンマなんかも入ってる、ね、この太さ、ね、高田の馬場に渡辺という、はい、あの魚介系のお店があるんだけども、はい、そこのメンマとんでもなく太いんだけど、うん、その次ぐらいかもしれない。おお、なるほど、なるほど。すんごい太いですよね。で、さらにこういった追加ニンニク、これ店舗と時間帯によって卓上にニンニクがうん、もう設置されてる店舗がほとんどなんだけど、あ、はい、品川店はあの言うと出してくれるって感じでした。あ、なるほどね、はい、はいはい。追加ニンニクでさらにもわっとしてください。もわっともわっと。で、麺をね、ひっくり返してきました。これね、
丸太ストレート麺ということで、うん、あの一般的な二郎系からするとやや細めなんだけど、そうですね、見た感じもやっぱちょっとでも茶色いじゃないですか、うん、スープが絡みやすい、吸いやすいということでね、うん、この噛み合わせ、あの味合わせなんだ、味、組み合わせ、組み合わせがすごく美味しいんですよ。一番簡単ですね、組み合わせ組み合わせ、今までランクダウンでも絡んでる感じすごい見えてるね。そう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 、で、海苔もついてるんで、僕はあのザキさんと違いまして、パリパリ海苔をいきますんで、パリパリの家系で言うね、家系で言うと、ね、そうそうそう、スープ浸すからで、まあね、非常に濃いんだけども、あのパンチ汁なんてのも組み合わせていきまして、パンチ汁、これでも茹で野菜の時はスープ薄まりやすいんで、うん、パンチ汁は必須だと思います。ああ、なるほどね、今回は僕は焼きなんで、あの、まあ、焼きでも汁は出るけど、あ、水分量、うん、でまた煮卵なんて入ってもいくつ入ってんだ、確かにめちゃめちゃ入ってる、いい加減にしろ、もう本当にすごい入ってるからね、こうやって切るところも取るんですけども、はい、これ、あ、慣れてないんでこれ器みたいになっちゃった、白身だけの、いや確かになんかこうお椀みたいにすくって黄身抜いたみたいな、新しい食べ方ね、再現するの難しいけど、幻のうまさです、これ、ね、幻なんで、できないんで、これもはや、うん、たまたまでしょ。煮卵自体はやや方半熟でほんのりと味付けがしてある、ほうほうほう、という卵でございます。なるほど、ね、で、まあちょっとね、総括に入っていきますけども、はい、卓上調味料ですとか、こういったトッピングの豊富さ、需要に対する供給がね、まあ、行き届いているよねということですよね。なるほど、そうそう、つまりですよ、はい、つまりかゆいところにですね、はい、手がね、届くということなんですね。ひっかりしたね。でも、モンスターの赤のマークみたいな。あの、フリー素材です。あ、そうフリー素材です、今モンスターだって。案件は大事なんでね、皆さんね。しましレベルは、ぴったり89お、ね、メガ盛りにはしましたが、89でございました。ね、さらにね、あの、野菜混ぜるんだね、これ。あー、いけるんですね。今回でも、1.5 倍。大盛りにして野菜と麺 1.5 倍、はい、プラス野菜盛りがあるんだけども、その上に確かメガ盛りもあるんだよ、確かメガ盛りだったから、そんな段階があるの、あるあるある、これやるともう怒涛のやつになるんだけど、怒涛のやつ、怒涛のやつになるんだけど、漠然としてるよ、ちょっとお財布事情があったんでそれ頼めなかったんです、まあ確かに1300円ぐらいこの段階で16ぐらいいっちゃうんでね、お財布もメガということで、なるほど、たまに売ってますけどね、我々は渋谷のね、そうですね、行きやすいですけど、劇場から近い、そうそうそう、ちょっとご無沙汰なんで久々に行ってみようかなとは、ご無沙汰、ご無沙汰です、ご無沙汰ご無沙汰ご無沙汰です急に番宣始めたの、関係ない、俺出てない、ご無沙汰じゃないですか、うん、あ、そうですか、まあね、はい、あの皆さん、夏に向けて、はい、スタミナ貯めてね、みんなでやろう、はい。Thank you.